どういうことになるか。さあ、ビタビタ追走を見せてきた今年の1年、中村直樹。ここの、いやー、スピードが高い。どうだ、入ってくる。大事だ、入っている。完璧に入っている。全く見えなかった、中村直樹。中村直樹の姿が見えなかった。ここを引いて、もう一度飛び込んでいく。この辺もうまい、中村直樹。これが取れるライン。あの、ね、一瞬中村直樹の姿が見えなかったですね。そう、完璧に入っちゃいましたもんね、今ね。これが通常のアットウィンドライン。さあ、というところで、津田どうでしょう。6、中村。6、中村。そして、神本さん。同じく6、中村。6、中村。決定です。ベスト8進出、中村直樹。直樹。さあ、田中誠美先行です。後追いで中村直樹。さあ、狙ってる。狙ってる。狙ってる。どうじぶりで。さあ、あちょうどねビデオオークションレポーター前見事中村直樹田中誠美勝てねえなこれね意識しすぎなんだよ次だよねもうだって64取ってたんだから普通に行きゃいいの普通に詰め寺町が中村の勢いを止めることができるかどうかさあシリーズチャンピオン中村近危ない怖いなんだこれなんだすごいなんだなんだしかし最初の1コーナーは中村直樹若干まっすぐ気味という指摘もありました 5.5 中村早さん俺は逆に 5.5 寺町です、ね、5.5 今度取りましたね逆に寺町をねそして今村さん5分というところでいよいよ1本目のスタートということになりますやっと始まりました先行後い中村直樹の1本目、ね、さあ近い状態で来た中村直樹が入ってくる神山すぐ横立ってるこれが見た見たこれが追走これが中村直樹だ内田さんどうでしょうか6中村6中村こうこれでもかというサイドバイサイドの後追い見事に見せつけましたいやだからヤツは多分1コーナー取られたって 0.5 だろっていうそうなんですよ、ね、あそこでは置いてかれないようにかなんか分かんないんですけどもここに合わせてるね、はい、標準をしないだからヤツは多分1コーナー取られたって 0.5 だろっていうそうなんですね、あそこでは置いてかれないようにかなんか分かんないんですけどもあさあ2本目ですこれ思いっきり来るしかないでしょうさあやばいぞやばいぞやばいぞ七岡達也後ろから中村直樹が先振り先振りあこんな走り相手によくこう落ち着いてコントロールしてますねどうだ片岡を褒めたい逆に、ね、逆にねベスト8進出中村直樹です意外と、2010年のシリーズチャンピオン中村直樹コース紹介しますいきます2速で立ち上がって3速ここ最終コーナートラクションかけて進まして直線全開フェイント進入アウトいっぱいアクセルオン2速クリップついてフィニッシュ 5.5 中村5.5中村さあ入れ替えの2本目です今度は藤野秀樹先行です後ろから中村直樹さあ狙ってる狙ってるいやー角度すごいどんな食いつきどんなビタビタなんだそりゃどこ行くんだ中村直樹なんだこいつは2コーナー先どうでもいい今1コーナーの飛び込みだけでもう全て決まりですよこれバカじゃないんですよねバカじゃないのそうじゃそういやいやいやあんな走りできないですよだって天性じゃないの天性俺何にも考えてないと思うよ中村直樹はあれ多分俺だと同じ脳みそだよ何も考えないでしょそれはツルツルですよ脳みそシワないんだはいそれももう拳よりちっちゃいのベスト王進出中村直樹で中村直樹の水槽はどう入ってくるさあ飛び込みでどうくるさあ飛び込みか入るかさあそれでも藤木もいい状態で
士さんではなかったんですが1周入り込みました。進出中村直樹です。俺のさあ、ビタビタで中村直樹見せるかどうか。おお、速いんだよ。ちょっと戻った、成功だった。それに対して中村直樹が入っていく。中村直樹がビタビタで入っていく。これは近い状態で入っていった。そしてきっちりと田中誠吾を開けていました。最もあっさり、これも勝負ありというところでベスト4進出、中村直樹です。うまいね。7勝目。うまい。